はい、トラポンです。今回の動画は4月3日、おすすめ厳選軸馬のご紹介と重症レースの本命発表動画となります。はい、まずはですね、期待値競馬2021、現在会員様募集しております。予想開始してね、6日連続プラス収支と、6日連続プラス収支、3週連続プラス収支という形となっておりますのでね、ぜひね、期待値競馬2021、入会してみたいという方はね、 概要欄の方にメールアドレスの方が書いてありますのでそちらの方にご連絡くださいはいまずはですねおすすめ厳選軸馬行きましょうか1つ目ですね阪神1レース3歳未勝利戦ダート 1400m はいこちらから選ばさせていただきますおすすめ厳選は7枠13番のタガノアイルですねはいタガノアイルね デビュー戦が4番人気。まずまずの人気の中距離1800メートルダーツ戦。まあ、このレースはね、めちゃめちゃスローペースになってしまって、まあ、結局9着に大敗。で、前走ね、小倉で積極的な競馬をして、まあ、逃げたんですけども、まあ、4コーナーでね、早くも前にね、前にかわされて、そのまま11着と大敗したんですけども、現状ね、あのー、 1400m の、ね、距離を短くするということは非常にいい、あのー、アイディアだと思いますね。今回も、ね、積極的に前々の運べば十分、他に同型板もそんなにいませんから、あとは未出走の馬が、ね、結構多いですので、やっぱ経験馬の方が、ね、有利ですのでね、その点、あのー、経験馬の中で まあ大外の、ね、16番がいくかもしれませんけども、タガのアイルも行こうと思えば、おそらく行けますから、スタート5分にさえ出てくれればね、十分前々に箱根粘り込みが期待できるかなと、まあ、人気もね、54.7倍、13倍人気と全く人気ありませんのでね、まあ、大穴狙いでね、まあ、確率はそこまで高くはないと思いますけども、期待値はね、十分あ,のあると思いますから。 ぜひね、タガノアイルで狙っていってもらいたいと思います。はい。ということで、一つ目のね、おすすめ厳選は、阪神1レース、7枠13番のタガノアイル。こちらでいきたいと思います。はい、続きましてが、中山の2レースですね。はい、中山2レース、ダート1200メートル。こちらとおすすめ厳選は、8枠15番のベストインクラスですね。ベストインクラス。まあ、ぜいつね、久々、 ー4ヶ月ぶりのレースだったんですけども、まあ、3着とかなりいい、ね、内容を示しました。で今回、ね、順当にあの久々を叩いてね変わり身っていうかいい,いい意味でね変わり身を見せてくれるものだと思いますので枠も外枠に入りましてスムーズにね砂をかぶらずに内めの馬を見ながら自分のペースを守りながら追走できればね このメンバーならもう十分勝ち負けかなと。それでいて、単勝14.7倍現在ね。ま、連想流し合成オーツが4.3倍と、非常に美味しいオッズとなっておりますのでね。ぜひ、このベストインクラスで狙っていきたいと思います。はい。ということで、2つ目のおすすめ厳選は、8枠15番のベストインクラスという形でいきたいと思います。はい。続きましてが、中山の4レースですね。3つ目。 はい、こちらも同じくね未勝利戦のダーツ 1200m です。おすすめ厳選は8枠16番のレオ・テソーロです。まあちょっと人気になってますけどもね、まあ、メンバー中サンハロンの、ね、点はまあ最速の34秒7ということでスタートゴムならばねおそらくまあ鼻を主張してね前々で競馬ができるということですよね。まあ、前走ねあの久々を芝で叩いてねあの いい意味でのこのダート代わり、まあ、ダートも走ったことあるんですけどもね、縛ばれ、いい意味で、その、あのスピードを生かすね、競馬をしてから、ダート代わりということでね、あの非常に良い,い、これは、ローテーションかなと、前走のたたき台という意味ではね、叩き台という意味では、しばれースを使っていることが非常に生きてくると思います、今回2走目でね。あのスピードに乗りやすい になっていると思いますのでね芝レース使ってで中山の芝戦ダーツ戦には芝スタートということでねおそらく前々で運んでくれるものと思いますまあ単勝人気ですけどねまれに総中守構成オッズ3.8倍ついてますからそこまでね単勝4.1ですけどまた総中守構成オッズが9.9ですのでおそらくもう少しね単勝のオッズは上がってくると思いますのでね非常にこれは あの美味しい生まれんそうな菓子合成オッズのね大ツは美味しいと思いますはいということで3つ目がね中山4レース3歳未勝利センター百 200m16 番のレオテイソーローでいきたいと思いますはい続きまして重賞のねダービー卿チャレンジトロフィーの本命発表にいきますはいここはもうね 私はもうすぐ決まりました。もう大外の8枠16番のウィンカーネレリアン、これが本命です、はい。もう前走の内容がね、非常に強かったと。あの2番手からね、抜け出して、もう上がりメンバー中1位、着差も0秒4と、タイムも31秒8と、文句なしでね、もう完勝だったんで、で前走57キロで、今回55キロということでね、枠、まあ、は前走が内枠で、今回大外なんですけども、 それでもね、金量面を考えると、ここはもう前奏の強い内容を素直に評価していいと思います。はい、他にもね、まあ、オープン特別中山で構想したまたちいますけども、まあ、もう前奏の内容だけでね、もう全然その辺は違いますから、メンバーレベルとかね、そういったところも考えても。 はい、ですので、幕張ステークスの内容を素直に信頼していいと思います。それで、生ま、連想おだし合成オッ2.9倍と、まあ、3倍強ついてますのでね、まあ、十分だというふうに思います。はい、ということで、今回の動画はね、4月3日、おすすめ厳選軸馬のご紹介と、ダービー協チャレンジ処理ー本命発表動画でした。以上です。